邪魔をするな。ソラ、悪いけど僕はここまでだ。ウェンディを逃がさないと。Yes!
れよ。エフィス、これでもか。ここ、レア。うわ、ハッ、いけ。エフィス、こりゃ。小僧の親友は冷たいやつだな。お嬢さんを連れてさっさと消えちまった。どこだ、リクはどこに行った。廃墟ホローバスティオン、今は魔女マレフィセントの城さ。ま、お前たちにはたどり着けないがね。あ、それともこのちっこいのを見捨てて後を追いかけるかね。キーブレードを差し出すなら命は助けよう。俺はハートレスと違って情け深い人間だからな。さあ、どっちを選ぶかね。キーブレードか、イタか。おう、俺の左手を食ったあのワニ、まだ俺を狙ってやがる。冗談じゃないか、こんなところにいられるか。スミ、あとはお前たちでやっておけ。来るな、あっち行け。飛べ、ソラ。信じるんだ、君は飛べる。ターパン、君はティンクのことを見捨てなかった。その君を見捨てるわけにはいかないだろう。Thank you.
さあ、罪か。ガキどもを始末したのか。はい、船長。全員海に投げ込んでやりました。ピーターパン、貴様！全員海に投げ込みましたよ、船長。残るはフック船長。お前だけだ。かかってこいよ。
ねえ、カイリの目が覚めなかったのは心がもう…ソラ、俺、空を飛んだ。すごいよな、空を飛んだんだ。カイリに話したら信じてくれるかな。もう一度ネバーランドに来いよ。今度は二人で飛ぶのさ。信じることができれば空だって飛べるんだ。俺、信じてる。絶対カイリに会える。空を飛んだことだけじゃない、島を出てからのこと全部話せるって。ティンク、大時計？大時計に何かあるのか？
船も使わずにあの子を連れてくるとは無茶をしたね。闇の力に頼りすぎると心を闇に食われてしまうよ。生き残りさ。住んでいた世界が消えても心を失わない者もいる。プリンセスを追い求める心の力でここまでたどり着いたようだね。でも安心をし、所詮お前の敵じゃない。お前には力があるんだ。力？そう、お前自身が気づいていない力さ。さあリク、教えてあげるよ、お前の本当の力を。ピーター、ネバーランドに帰ってしまうの？でもね、ウェンディ、僕らはいつでも会える。君がネバーランドを忘れない限りね。ティンクのやつ、またへそを曲げたな。仕方ない。ソラ、しばらく面倒を見てやってよ。